陰宮分国制とは、陰や女陰、中宮の、西宮などに、地獄の際に、特定の両政国の受領を推挙する権利を与え、そこから経済的利益の配分を受けることで、法禄の代わりとする制度。主に陰氏が受領に任じられて人国に下って、治療国を支配した。平安時代から南北朝時代にかけて置かれていた。その由来については、 淡路国に流された淡路海底大井新能のために、同国の官物、幼鳥が、海底の生活に充てられ、平城系にこもった平城上皇のために、大和国の伝祖、自主党が生活に充てられたもの、さらにその後導入された、新能人国を制度の講師とする説もあるが、縁起8年に、歌上皇のために、品濃国が与えられ、10年後にさらに武蔵国が、 与えられたのが最古の例と考えるのが妥当とされている。その後、初めて女院となった東三条院、藤原選手に対しても、上皇と同じような待遇が許され、さらに、旧安二年蕎麦上皇皇后、藤原徳子に越前国が与えられたのを機に、皇妃や再宮にも同様に認められるようになった。ただし、両政国から何を得たのかについては二つに分かれており、 任命された、受領の法録の一部とする説と受領が徴収した、租税などの収入の一部とする説が存在する。前者とするとインらの収入が少なすぎる上に、任命された受領にとってのメリットもなくなるために、後者であろうと考える説が有力であるが、詳細は不明である。いずれにしても、平安時代後期には、両政国における収入が滞り、複数国の治療を受ける例が増加する。 受領の任期は通常4年であったが、院らは持ち回りによって、毎年のように別個の両政国の受領を認じたために、年分受領とも呼ばれるようになった。ありがとうございます。